to be. This is me. Look out, 'cause here I come.公開中の、クイーンのボヘミアン・ラプソディをお送りしたんですけども、結構ですね、いろんな SNS で、特にインスタグラムなんですけども、結構大きくこう反響をいただいたので、まあ、今回も映画にちなんでですね、で今年私がちょっとクイーンは見れてないんですけども、映画を見てですね、一番こう感動したというかグッときた映画がグレイスティストショーマンだったんですね。で結構音楽番組とか歌番組とかでも結構取り上げられてて、やっぱりこうサウンドトラックもねすごくいいなと思ったんですけども、その中の曲で、一番印象に残っていた This is me を、お送りしました。で結構まあ歌とかこうちょっとゴスペルというかですね、壮大な感じが結構こうメインになってると思うんですけども、まあ、そこにこうベースをね、寄せたらというか、自分が弾くんだったらどういう風に弾くかっていう感じでちょっとやってみました。で私結構この曲のコード進行とかもすごい好きで、やっぱこういう壮大な感じがねすごく好きなので、弾いていてすごく、心地が良かったです。まあ、ちょっとね、いつもの違う感じに聞こえましたかね。いつも結構スラップブイブイとかもあるんですけど、まあ、この曲も後半にね、かけてちょっと指が結構動いたりとかもしているんですけども、グレイシス・ショーマンの This is Me をお送りしました。なんかこんな風に結構映画にちなんだ曲もまたやっていけたらなと思います。もう本格的に寒くなってきましたね。本当に、まあ、皆さん体調に気をつけて、またオカピン YouTube で会いましょう。